しょ。よし。あ、痛いよ。充電充電。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でございます。どうもどうも、こんにちは。あ、ギフトもありがとうございます。お腹が空いたので、なんか家にあった、実家に置いてある、なんか何ですかこれは、三色巻きをあるのでこれをいただきます。食べながらお話しするぜよ。よいしょ、減塩醤油実家すぎるよな、めっちゃ。よし、いただきます。ツナマヨきゅうりいただきます。ちょっと何もつけなくていいな。改めまして、本日はウボプレゼンツはみ出し者の音色にゲスト出演させていただきました。よっ、ちょっと具体的な内容は明日の千秋楽が終わってからお話ししようと思うので、今日はまあ本当に早速感想戦みたいなところですね。ね、来てくださった皆さん本当にありがとうございました。うん。まあ別にララのシーンだけに関してはそんなに関係ないので、ね、明日見に行くって方もいると思うんでね。あ、そう、ララっつったのは。そうなんですよ。今回私、まあ、ピアスを開けたララを演じました。そう。もう、だから、ワタピアのその後の、まあその後って言っても数年後とかじゃなくて結構キンキンらしいんですけど、ちょっとした後の、うん、お話なんですね。で、同じ世界線なんですよ。まあ、なんかそのワタピアの要素が結構いろんなところに散りばめられてて、なのでワタピア見たことあるよっていう方はすごいこうちょっと懐かしエモいい感じになったんじゃないかなと思いますね。うん。そう。で、まあ、今回 ST48 の池田由良ちゃんと原田沙耶香ちゃんと、その2人がダブル主演を務めてて、パリピちゃん、音色ちゃんで、でまあ仲間レゲエコメディの、まあ、コラボシリーズなんですけど、私はまあその中でちょっとだけお邪魔させてもらって、で、まあ、ちょっとラップをやったんですけど、まあ正直稽古が合わせ稽古が1日しかなかったんです。でラップはその時やってなかったんですよ。で、それで、まあ、ラップやった方がいいねってなって追加して、私がちょっと力不足により、やりきれなかったっていう。いや、これは本当に、いや、マジで申し訳ないなって、そう。まあだから、いわゆる合わせ稽古できてなかったんですね。え、そうなんですよ。そうなんです。ラップ、私裏でめっちゃ言えるんです。でもステージに立ってあそこだけなぜか言えなくて、そうなの、
アフタートークでリベンジしたんですよ。だから昼夜昼昼夜アフタートークで3回やったの。3回全く同じミスしてんの。だからもうちょっと、いや本当申し訳ないけど、すいやあくさんさんつってつっていやそう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 、あれあれで面白かったってみんな言ってくれてたんで、だから良かったんですけど、うん。そう、まあね、力不足です。力不足と練習不足によるものだとは思うんですが、いや申し訳ないと。納豆巻き食べます。うん、なんかね、昼は正直ごまかせるレベルだったの。うん、私的には無理だったけど、うん、夜は昼見た人が多分分かっちゃったからごまかせなくなって、私もあまたやったと思って、別にねアフタートークはもう多分それがトラウマになってて、うん、ショックですね。ショック。うん。まあでも本当あのララちゃんの出番はもう台本1ページ分ぐらいだけなので、もうあれです、そういうコメディシーンだと思ってもらってでも正直別に演技は悪くなかったと思うんですよ。ラップができなかっただけでいやそうだからちょっとなおさら悔しいんですけど、ブランクありましたねラップのね、うん、早いしね、あのオープニングの音をね、まあまあまあって言い聞かせるしかないです。終わってしまったものなのでね。でそう、でもこのはみ音、はみ出し物の音色は明日までやってますので、千秋楽なんですよ、うん、なのでぜひね、いけるよって人は、まあ、よかったら千秋楽も応援に行ってもらえたら嬉しいです。私もひのはいないけどさ、ネギトロ食べます。うまっ。そうアフタートークももっとトークできることたくさんあったのにさ、申し訳ないな、うん、でまあね STU の2人とかのお話とかも全然あるんだけど、まあそれはまた明日でいいかな。その写真もねまだちょっと載せられないものも多いので、その何にせよ、私もさっきツイッターに1個あげたんだけど、そう今日夜ねリリノ呼んだんですよ。呼んだっていうか別に私が呼んだというよりか、まあ誘って、ほらもともと今日さあサーヤの、ごめんサーヤのツイッターだけさせてもらっていいかな。ごめん、それだけさせてもらうぜ。
すんません、ちょっとこれだけは、これだけはちょっと先にやらせてくれ。あ、そう、リリノ、ちょっとごめん、リリノの話をできてないというね。送った。送ったっていうか、まあツイッターに2個あげました今。ちょっと生誕出れなかったんで、いつもより特大サービスでございます。そう、リリの、ちょっとじゃあ持ってご飯食べようかな。リリのはそので、今なんでサーヤのこと思い出したかっていうと、今日サーヤの誕生日おめでとうで、サーヤ生誕祭だったんですよ。でもこっちが先に決まっちゃってたので、まあ、出れないねみたいになって、で私のアンダーを今リリノが務めてくれてるんですよ。だからまあ最初リリノの予定というか、まあ通常に行けばね通常通りであるよそう、通常だとそうなんですけど、あのミユが、ミユとユメが出たいって、その2人とも出たいって、で2人ともポジションかぶってるから、じゃあ私覚えるっつって、ミユが私とサーヤ、もともとそうですけど、あそこの残酷な雨のポジション入ってくれて、うん、まあ、残酷な雨はそこ2人多分チェンジだったと思うんですけど、まあ、2人でねこう支え合って出てくれて、で、まあ、それはすごいみゆみゆがすげえって話なんですけど、うんね、だから、いや2人とも出れてよかったね。なんかそう、私はもともと出れないのはしょうがなかったから、そう、まあ、出たかった気持ちはあるんだけど、まあその分ミユと夢で2人とも出れたから、だからまあね、それはそれで丸くって感じで、でそれによってリリノが空いたんですね。そう、最初その14日あ、じゃあリリノになるのかみたいな、リリノになっちゃうのねと思ってたから、あ、じゃあ見に来れないなと思ってたんだけど、14日リリノじゃあ空いてるってことって思って、リリノにそのどう見に来ない、なんかその今後、うーん、まあ別にリリノのどういうお仕事したいか置いといてなんかその普段活動してるのとはまた少し違うじゃないですか、舞台って。でしかもそのいつもまあお世話になってるゆらちゃんとかお世話になってるというか、まあいつも仲良くしてるからさの、まあそういうとこを見て勉強するのも、勉強するのもっていうかっていうのもすごい勉強になると思うよっつって、で、まあ、純粋に久しぶりに会える機会も作れるだろうからどうっつって、そうそうそう誘いましたね。うん、そう、まあなんかこういう機会ってそうそうないじゃないですかなんかこうなんつったらいいかな、うん、なんかきっかけがないとさ、まあ、私そもそも舞台好きな人間なので、だからまあ舞台ってもっといろんな人に見てほしいなって思うタイプだから、まあなんかその、まあ、きっかけってね、なかなか訪れないものですから、まあよかったらねと思って、うん、で来てくれました。すごいなんか得るものはあったみたいですだからそうなんかね、ほんと誘っていただいてありがとうございましたみたいな、多分日野さんに声かけてもらえなかったら勇気出なかったと思いますみたいな。そう、ゆらちゃんはゆらちゃんでその普段と違うキャラクターだから恥ずかしかったらしくてなんか最初は恥ずかしがってたっぽくてそう、でもね、最終的には2人ともすごい楽しそうでやったので、でそう、さやかちゃん、原田さやかちゃん
は私後輩で年上なんですよ、パティーンが。で、うちの曽我部夢と同級生なんですね、小学校の。ちょっとバカおもろい話なんですけど、同級生なんです。でその話をして、うん、そうで、なんか他にもいろいろ話できたので、うん、でさやかちゃんって呼ぶことになりました。そうむずいやん、年上後輩っていう立場。そうでもなんかあの可愛いから、可愛いし、まあ一個しか違わないんだけど、そう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 、幼顔だよね。うん、でそうお話しして、あそうそう、私はねいないんですよ、そのパターンがね。そうなんです、いないの、後輩年上いないから。うん、そう、それでそこそこお話ししてね、仲良くなりました。稽古の時はゆらちゃんもいなかったから、でその時間もそんな仲くなかったから、結構なんか挨拶してぐらいで終わっちゃったんだけど、まあでも本当に共演者の皆さんは、まあワタピアから、ワタピアからっていうか、まあ私は今回ゲスト出演だから、まあワタピアに出てたやすこさんとかせやさんとか和子さんとか、まあ角田さんもそうなんだけど、はもうなんか馴染みのある顔だし、今回初めましての方も多かったけど、あ、まあ、あとラギさんとかね、ダンサーで出てたラギさんとかもそうだけど、今回初めましての方もだいぶいて、キャストが19人20人ぐらいいるらしくて、めちゃめちゃ多いんだけど、めちゃめちゃ多いんですけど、そう皆さんご挨拶してきて、うんうんうん、そうなの。SK48 に所属されてた深い願いさんも、そうめめめちゃんでね、そう出てて、そう仲良くなりました。あのね、願いさんは年下だけど先輩パターンですね、うん、それも私ないんですけど、年下だけど先輩のパターンです。そうそうそうね、まあそんな感じでね、まあ他にもいろいろ語れることたくさんあるんですけど、お話の内容についてとか、それはまた明日千秋楽終わってからですね。写真多分解禁になるんじゃないかな、ワタピアの感じだと。セットとかをさ、多分まだ載せてないんだよね、だからみんなが載せてから載せる。まっ、いやそう知り合いが増えたね、マジで、うん、本当に舞台ってすごい自分のコミュニティが広がるなって思う、うん、フォローも増える。うん、 SNS のフォローもぐんと増える、フォロワーじゃなくてね、自分のフォローね。あのね、お昼に ST48 の今村美月さん、そうと、あとそう元メンバーさんのトロブさん、ちょっとトロブさんは多分初めましてだったんだけど、がたまたまいらっしゃってて、私の話、私はもうほんと偶然というか、うん、偶然っていうか、まあ、たまたま行った日においらがいたっていう状態だったんだけど、まあ、みちさんとはねファイナリストライブでご一緒したりもしてて、あと今年の
初めの、初めじゃないか、春、今年の春の舞台私が見に行ったから、うん、11月にもまたその同じシリーズの別物があって、それ出演されるんだけど、美月さん、そう、まああれ以来で、そう、ご挨拶できてめちゃめちゃ嬉しかった。そう、あの人は本当にあのなんか逆にあれですね、なんかもうあの、もうなんつうの、あのお方あのお方はなんかもうだって歌って踊れて顔が可愛くて、で後輩の舞台に見に、後輩の舞台に足を運んでコメントを残して、すごいしっかりされててみたいな、本当にね完璧な人だなってすごいこうお話を聞くたんびに思いますね。うん、みちさん、いや本当に尊敬ばかりする、尊敬大爆発って感じ。そう、みちさんね、うん、いやだからね、こう偶然とはいえお会いできてよかったです、嬉しかったです。私、そう、すごい人なんですよ。なんか人とか言っちゃったけど、もうなんかそう、なんかね、そういうこの世のものとは思えない、なんか偉人みたいなイメージが最近湧いてるなんかすごすぎて、全ての事柄においてパラメーターが高すぎてマジで本当に全部パラメーター高くて、なんかもう本当にすごいな、本当に尊敬する、優しいし可愛いししっかりしてる、でキャプテンとしてもそう、あのすごい信頼されてるっぽくて、あの二人がね、そう二人の様子を見てると、今日のね後輩二人の様子を見てると、うん、だから私もその舞台見に行って、あの全然私同業者じゃなかったらもう普通にオタクになってるになってる、正直、うん、あ、そう、あのね、同業者のオタクがしづらいっていう話前にもしたっけな、そう、なんか気持ち的に別の目線で見ちゃうから、その純粋に尊いで見れないみたいな、なんかその振り付けがどうとか立ち位置がどうとか、なんかそう、あ、この構成はこうなってるんだみたいなのをすんごい邪推しちゃうから、だからだからね、そう、あの向いてないんですけど、そ、うん、でもなんかもうほんとそんぐらい取っ払ったぐらい、そう、みちさんはすごいんだよっていう話、うん、から久しぶりに会えて嬉しかったです、お会いできて本当にマジで。確かにこの話はなってるよね、この話し方は確かにそうなんだけどさね、あのツイッターの方で私の舞台見に行きたいって言ってくれてるのをアートでね言ってくださってて、え、出るしかって思いましたね出るしかってなっちゃったけど、予定はないんですけどね、うん、
美味しい。うちです食べたの。ごちそうさまでした。まあ夜も更けてまいりましたからね。妹がね見に来てたんで、今日はちょっと私普通に一人の個人感想配信だったけど、明日妹も連れてこようかな、ここに。うん、楽しかった。いろいろ悔いは残るけど、まあでも楽しかったですよ。あ、両親も来てましたよ。昼夜また別の話、別の時間帯だったけど、うん。でもまだその舞台の全体の感想はそんなに載せらんないので、私は。だからニューロピック、よし、ありがとうございました。また明日ですね。いやー、さやお誕生日おめでとう、マジで。たです。誕生読みます。13位米沢二郎さん、12位太郎さん、11位ベロさん、10位あずきさん、9位ゆきりん55さん、8位こたつ猫さん、7位突破球さん、6位新一さん、5位雲の上の空豆さん、4位ひよりげたさん、3位東吾さん、2位よったさん、1位むっちゃんさん、むっちゃんさん、ありがとうございます。うん、ギフトもありがとうございます。今ショールームでね、ビスさんの公式モデルオーディションが開催中で、今うちのメンバーから、うちのグループからはね、藤崎美優、美優美優キャプテンが頑張ってるんで、今多分いい争いをしてるんじゃないでしょうか。いい勝負か、いい勝負してるんじゃないでしょうかね。なのでぜひ応援してあげてください。まだね予選で、まだ他にもいろんな枠があって、次がなんか新人限定枠みたいなのもあったりするから、まあうちの3期生がどんぐらい出るかはちょっと存じ上げてないんだけどね、まあぜひ応援してあげてください。そう、キラキラね、投げに行って、キラキラもまあギフトとかもね余ってたらぜひあげてあげてください。うん、それでは皆さん、今日も一日、お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。それでは皆さん、また明日、おやすみむろー、バイバーイ。まだ、あれか。いや、ヒノは出ないよ、どの枠も。バイバーイ。だから応援してあげてください。おやすみ。来てくれた皆さんありがとう。また明日振り返りましょうね。なんかボケてね。絶対あれだわ。カメラ。あ、変わんないわ。バイバイ、おやすみ村。後ろ、後ろが布団。